ここは世界第二の経済大国のはずでしょうと。子供が熱を出すなんて当たり前の話だし、親が看病してあげるのも当たり前。しかし当たり前のことをして職を失ってしまう、そんな社会であっていいのだろうか。そう思ったのが、この事業を立ち上げたきっかけでした。病児保育。でも、まだまだ日本は子育てしながら働きづらい社会です。なぜ子供を持っている人たちだけが働くことを制限されなきゃいけないのか、全くわからない。子育てしながら働くことが当たり前の社会を作りましょうよ。待機児童なんて言葉はとっとと死語になるべきです。そうやって笑って働いてる姿を子供たちに見せて、社会に貢献することってこんなに楽しいんだよ。お父さんお母さん、すごく楽しく働いて、こういうふうになりなよっていうふうに言える、そんな社会を作っていきたいなというふうに思っています。僕たちは、僕の娘が息子がまでに必ずそういう社会を作っていきたいなというふうに思います。そしてその子たちが、お父さん何言ってんのと、そんな時代あったのっていうふうに笑ってしまうように、そんなふうに社会を変えていきたいなというふうに思っています。